はい、おはようございます。今日は個人事業主でも住宅ローンは組めるかで、個人事業主の方が有利、まあ、これはちょっと釣りっぽい声かけます、まあ、でも実際にメリットデメリットがあるんで、ちょっとその辺は話しさせていただこうと思います。ちょっと今日は早速目次行こうか。まず目次、あ、コメント説明欄か、コメント説明欄にこれね、あのリンク貼ってますって、あの目次ページみたいなのでピッて押したらヒュッて飛べるんですよ。でなんかスマホの場合はこっちしか使えんみたいで、なんか説明欄と両方同じもの貼ってますんで、あのどっちからでもいけます。でスマホはね、あ、スマホじゃない、パソコンは。でスマホだけはこっちから入れるんで、あの動画のね一番下にヒューっていったらいけるんですよ。社員にもこの間コメントってどうやって見るんですかって、僕の出てる動画になんかコメントがみんな入っとるよって話をしとったら、あのどうやってコメント見るんですかって言ってたけど、下にただスーッとやっていけば見れるでしょ。まあスマホによって違うのかな、俺 iPhone だけど。まあいっか、本題いこうか。あ、その前にこれチャンネル登録といいねだけちょっとね、ぜひね。で登録すると、あの結局いいねを押すと、まあ、俺がまあ嬉しいっていうのも単純に、まあ、それがでかいんですけど、あのいいねを押すと、あのなんか何、いいねをしたリストみたいなので動画にも戻れるっていうのが まずあるのと、あとあのチャンネル登録っていうのもそうだよね、通知とかが来るもんで、なんかベルのマークかなんかちょっと押す押さんで、なんか通知の設定も違うみたいなんですけどっていうのがあるんで、もうぜひちょっとチャンネル登録はあのしてください。で、あのよくこれ言うんですけど、何、チャンネル登録といいねを誰がしたかって分かんないから、もうあの友達でさ、結構、まあ、恥ずかしいってなんか見てるよって言って、チャンネル登録しようとか言うと、いや恥ずかしいやんって、やり方分からんわみたいなこと言うんだけど、あの結局ね、チャンネル登録とかいいねして、俺も YouTube やって分かったんですけど、誰が登録しとるか誰がいいねをしたかなんか分かんないんですよ。ただいいねの数だけ出る。ただそのチャンネル登録はなんか聞いたら、なんかどっか見ればちょっと見れるみたいなこと言ってたんですけど、ちょっとそれはやり方分かんないし、ただその動画1本あたりに何人チャンネル登録してくれたっていうのは分かる、あのこの動画でチャンネル登録が100人いきましたとか、そういうのは分かるんですけど、基本チャンネル登録者が誰かなんていうのはちょっと俺は分かんないな。で、まあそれはいいか、本題5かで、借りられる金額と、まあ、中古が有利っていう話で、まあ結論言うと、もうまず借りられるんですよ、お金。で2番が中古が有利か。中古が有利っていうのは、まあこれ僕実体験なんですけど、僕もまあ家買ったんであれですけど、もう何年も前だけど、5、6年もっと前かな、家買った時の話も踏まえてちょっとできればなと思ってますね。ちょっとこれ勉強になるかなと思います。はい、じゃあまず第1、借りられる金額についてか。最大5倍から8倍って、あの寺西君ってさ、そのうちの朝の動画ね出てくれてる寺西君って塗装派の職長がおるんですけど、なんか8倍ぐらいだって聞いた、まあなんかネットでいろいろ喋ったら、まああながち間違ってもないし別にあってもないなって感じなんですけど、まあ俺これ実際に銀行の人が聞いた、わざわざ、まあわざわざっていうか、会社で仕事に来と、別件で来とって、まあ社員とやり取りしとったんで、あ、銀行さんおるやんと思って、ちょっと話聞かせて、住宅ローンについていろいろ質問させてもらって、まあそれをまあ俺流にね、経営者流にちょっとアレンジしたっていうか、考えがあるっていうかね、まあ俺もどっちかというと単純に頭の中のしないと物事がわけわからなくなってっちゃう人間なんで、ちょっと単純にすると、まあ結論、まあ何倍でもまあ借りられるんだなって。ただやっぱ年収からして、まあ400万年収があるんなら5倍ぐらいがやっぱ目安じゃねえかっていうことは、あの銀行の方は言っとったね。そうするとあの月々の支払いがまあはまってくるんだよね。だけど個人事業主ってまあぶっちゃけあれじゃないですか、なんか金額って何とでもなるでしょみたいなところってあるじゃん。何とでもなるは失礼だな、だけど仕事とそのプライベートの境界がない分ね、個人事業主としてのそのまあ経費参入ってまあまあ有利だよね。サラリーマンの人っていうのは税金全部引かれた後に手に乗るでしょう、金が。だけど個人事業主っていうのは手に乗る前に金来るでね、これは全然違うよね。で手に乗った後にこれは経費です、これは所得ですって申告するんだもんで、そらちゃうでしょね。まああんまりそこ話ずれ出ちゃうというかあるんですけど、でまあおすすめのローン年数はまあ20年って書いてあるの、まあ、支払いの年数的なことで、まあ、年にもよるで、まあ、これまあ実際はあれだな、
要は分かんないけど、そのまあ25で住宅ローン組むっていう人もおれば30で組むっていう人もおるんで、まあ、ちょっと分かんないですけど、まあ、まず一つ言えることは、その何ちゅうかな、もう皆さんがそのね住宅ローン組んで、でも個人事業主でやるって、ただ税金のために個人事業主になるわけじゃなくて、やっぱ次のこと考えて個人事業主になって独立して、まあ、会社に成長していくわけだったら、やっぱ俺が思うのは、やっぱ経営者だから住宅ローン組むのはいいけど、別にやっぱリスクがないっていうか、まあまあ結局リスクあるんだけど、どこにでも。だけど俺はあんまり長くない方がいいんじゃないかなって思います。35年って、ね、長いじゃん。フラット35とかいろいろあるでしょ。だからまあ俺ちょっと微妙じゃないって、だから俺は20年ぐらいがおすすめなんじゃないですかって思うんですけど、あとはまあ3番金利についてかで、変動が 0.5 と固定が 1.0 ってあって、まあ、これさ、まあ変動でも固定でもどっちでもいいんだわ究極。俺はちなみに変動、うん、で何がその変動になった俺が決めてって言ったら、過去もう15年とか20年ぐらい遡っても金利っても1回も上がってないから、ずっと変動の方が得しとるって。変動と固定だと固定金利の方が高いんですよ、金利がね。だけど変動の方が低いんだけど、まあ、過去十何年か20年か分かんないけど、まあ遡ってもずっと変動にしとった人の方が有利になっとるって。だって未来は分かんないけど、まあだけどね、まあ金利上がるって、日本がこれだ、究極金利が上がるか下がるってどうやって決まるのって言ったら景気なんですよ。景気がバッて良くなって、その何ちゅうのインフレデフレってあるでしょ。日本ってなんかデフレって言葉聞いたことあると思うんですけど、なんか世界でデフレしたのって日本ぐらいなんでしょ、その先進国みたいなところで。だからインフレしたらさ、そのお金が100円の価値がもうだんだん下がってくるわけじゃないですか。だって昔のなんか100円とかすっごい高かったわけでしょ、うん、だから給料が1000円みたいなとことかみたいなもんじゃないですか。だからインフレって基本していくんですけど、今そのインフレ率ってのはすっごい低いのよね、世界水準で見ても日本中。だって1万円のものがずっと1万円、なんだったらデフレしとるぐらいのところじゃないですか。だからインフレしとって景気が良くなるとインフレっていうのが動き始めて金利って上がってくるんで、うん、まあ俺そんなこと俺はなるとは思えないね、日本が良くなるなんて。なんなら今一番いいんちゃうって思っとるぐらい、建設業はいいでしょ別に普通に。だから金利別に上がんないでしょ、うん、だからうん、まあ別に俺は変動でいいんじゃないかなって思うのがまあ一つですね。はい、じゃあ、あ、そう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 、で銀行の人に聞いて、一つはその5倍っていうのを言っとったんですけど、あと申告年数、これちょっと目次につけたらなかったね、すっごい大事なことだったごめんなさい。2期分の申告を見るって言ったんですよ。ただ提出は3年分だって、過去3年分を提出してくださいってなるんですよ。ちょっと暗いの、うん、で過去3年分をまあ出しなさいってなるんですけど、その見るのは2年の平均って。じゃあ3年前に、まあ、これはまあ公式な会話じゃないんでね、ちょっとそこの事務所でペイってやってどうこうって聞いとったあれだで、まあ、ちょっとその人も、まあ、これは公式の回答じゃないもんでってなっちゃうかもしれんけど、まあまあ店舗でも偉いさんだからね、言ってたのは、まあ、一応3年分出しまうけど、その2期分を見ると。でいいところ2期分なのか何なのか分かんないけど、その2期分を見るって言ってたね。でいやだってもさ、じゃあ1期目が所得100万、2期3期が500万500万だったらどうなんのって言ったら、まあ、その500万見ますと。じゃあ2期しか出さんでいいじゃんって言ったんですけど、それはなんかダメみたいですねって言ったんで、ちょっと俺も分かんないですけど、まあでも確実なのは3期だよね。だで、うん、究極、いや分かんない、まあこうやって思う人もおるかもしれんけど、その個人事業主でもう現場の世界なんか本当そうでしょ、付き合いとか別に、まあまあこれから所得にしておいてから、まあ実費にするぞって言ったら、これ脱税じゃないもんね。で粉飾決算でもないよね、よく見せるっていうのでもないよね別に。まあここは今まではこれ仕事だと思ってお酒飲んでましたけど、これからはもうこれはプライベートとしてお酒飲みますって、まあ自分の中の自分に問いかけるだけでしょう究極は。で車もそうじゃない、もうこれ会社のもう俺はまあこのプライベートにね
乗るんだから、もうこれからはこれ会社のものとしないっていうか、俺は事業としては使わないって思や、別経費年でいいだけじゃん。会社はいかんよ、会社はそんなことやったらもう粉飾決算でもうとっ捕まっちゃうよ、もちろんね。だって会社の名義で買って、いやこれ経費入れないって言ったら嘘になっちゃうでしょ。だって会社は本当そんなことしたらもう逮捕ですけど、うん、まあ個人の金で物買っとるとか、個人俺の給料で物買うものはまあもちろん入れてもかんしね。だからそこはもう線引きがきちっと会社はされとるんですけど、個人事業主は線引きないじゃん、曖昧じゃん。だから、まあ、究極は3年それやりゃいいんちゃうって感じ。まあその間は税金高くなるけど、で俺これはちょっと確認してほしいけど、税理士さんとかに、あの多分ね、その確定拠出年金だなんだっていうのは、まあこれ会社だけなのかもしれない。これもう詳しい人ちょっと本当コメント入れてほしいわ。俺も税理士じゃないでわからんで、銀行でもないし、そういう積み立て系のものは資産扱い、企業会社で言ったらそういや保険とかいろんなもん入っても月々何十万も払ってんだけど、積み立て型をね、帰ってくるやつね、何かあった時のために、で調子が悪い時にそれ解約してバーンって現金になるもんさ。現金化できるものは多分ある程度銀行は考慮するんじゃないかな。要は所得が100万だけど、その確定拠出年金だとか、その確定拠出年金は途中解約できるのかな、まあまあそういうものっていうのは保険とかね、で個人でももちろん民間の保険入れるじゃん。それっていうのは多分その解約したらバンって現金になると思うんだから、その評価されると思うんだよな多分。まあこれはちょっとその、まあ、プロに聞いてほしい。でも銀行によっても違いますとかいろんなことがあると思うので、そっちのね、まあ専門の人に聞いた方がいいと思うんだけど、うん、だから送信とだって単純に利益だけブガーンって上げたらさ、所得上げたらもう税金ズゴーンくるじゃん、うん、だからまあそこら辺はちょっとテクつけていかなあかんと思うんですけど、まあこれはもうケースバイケースだもんで、ちょっと調べても俺分かんないと思う。みんなのアドバイスになるようなことちょっと分かんないと思うから、自分の立ち位置、あとはその家族構成とかにもよるでしょ。でありかなと思いますので、ちょっとそこは調べてくださいね。はい、続いてか、中古が有利。もうこれはね、俺個人事業主っていうか、まあこれから会社やろうと思って本気でやろうと思ってなったら、もう絶対中古でしょって思うんですけど、もちろんなんかさ、結婚して、ね、付き合って結婚して一番キラキラしてる時にさ、家中古買おうかって言ったらさ、たまにつって思われるじゃん。この社長って言っとったらお前名ばかり社長かみたいな感じで思われるじゃん。わかんないけどね、だけど俺は中古買ったんですよ。まあ何があれってさ、中古、1番、まあこっち書いてあるから、1番、中古の建物は値段が落ちづらい。だって新車と同じなんですよね。新車ってバーンって値段下がるじゃん。まあアルファードとかああいうランクルは下がらないでいいって言うけどね。だけど基本的に最初の何年間にズコって下がるんですよね。うん、で俺今よくベトナム料を中古で買うんですけど、ほぼ土地の値段なんですよ。で建物は何だったらもう解体費用で建物そのまま残しておいてくれいいよって言うと、中古を買うのにね、家を、まあ相当ぼっこだよ、でも相当ぼっこだよって言ったらまあちょっとあれだけど、ボロボロっていうかね、まあボロボロもいかんね、その売ってくる、まあ、また今もちょっと交渉しとる家があるんで、そこの人を住んどる人が、もっと住んどる人にちょっと失礼な言葉だなと思うんですけど、まあある程度傷んでる家で、まあ例えば3000万とか2000万とか、まあ1500万でも、1000万でも中古の住宅なんかもうなんぼでも出てるから、まあ地域によるけどね、名古屋で出てんだよ、市内で。だから1000万でも中古住宅なんかなんぼでもあるんですけど、土地付きでね、もちろん。解体して1000万で売りますって。解体死んでいいんだったら解体費用引くから、なんなら900万で売りますみたいな物件なんぼでもあるんですよ。お全然住めるで別に、うん、そんななんぼでもあるから。だって建物なんかゼロどころかマイナス評価がついておるんですよね、うん、ってことはもう本当土地のだってもう買って、まあ、次の究極は更地にして同じ値段以上で売れる可能性があるわけですよ、中古住宅っていうのは、うん、だから俺は絶対中古買った方がいいんちゃうっていうのと、そうそう2番か、土地の値段は上がることもあるっていうのもあるでしょ。だから、まあ、せっかくさ家のローンでまあそれなりに職人やっとって一人親方やっとって、まあそれこそ若い衆おるってなると住宅、まあ家賃どれぐらいか分かんない、7万8万とか10万とかおるでしょ全然普通に。
うん、でそうなると、うん、だって1年で120万払うわけでしょ、10年で1200万でしょ、うん、でかいもんね、それ消費だもんね。だけど家買っちまえば投資だもんね、うん、で土地の値段っていうのはまあそれは分からんよ、俺はもうその不動産屋さんじゃないから、その地質学みたいなそんなこと分かんないから、土地が上がる下がるね、まあ駅がたまたまできたとかそういうので上がるとかさ、イオンができたとかで上がるとかはあると思うんですけど、俺はそういうことを言ってんじゃなくて、まあ値段が上がる可能性もあれば下がる可能性もあるよっていうのがあるで、なんかお前に言われて家買ってボケかすって言われてもちょっとそれかなわんけど、まあだけどただになることないでしょ多分、わかんないけどね、まあ、土地なんかゼロですって言い出す日が来るかもしれんけど、まあでもゼロになっても究極家か借りとんのと変わんないで、そんでプラマイトントンゼロでしょ究極言ったら。だから俺もう家なんか買ったもん勝ちでしょって思うけどな、一軒は。で住宅ローンってのはさっき言ったでしょ、 0.5 とか1、俺もあれも今ネットですごい調べて、だいたい平均 0.51 とかで調べたんですけど、だって考えて車のローンとかオートローンとか若い時に組んだら 4% 5% とか、昔 7% とかじゃなかった、下手したら。だけど 1% ってことは1000万借りて1年で10万でしか払わねえんですよ。まあ大きいか、まあ大きいっちゃ大きいな、しかって言ったらしてな、うん、だからまあそれぐらい住宅、あで住宅っていうのはもちろんローン組んだら控除されるからね、まるまる税金、確か俺の時は買った時は10年か20年その金利分を税金引いてくれたので金利ゼロみたいな感じで金借りれた。だって俺は10年かなんかじゃなかったかな、ずっとだって金利分の税金返ってくるんじゃないかな、うん、だからまあ本当に得だよ、うん、でまあ中古っていうのはまあそういうことだね。で3番は内装は触れば新品になるって。で僕まあこれ塗装屋さん多いもんで、塗装屋さんとかまあ足場職人さんだとわからんかもしれんけど、俺はもう内装工事もやるんでリフォーム屋さんとかはよく知っとると思うんですけど、もう内装なんか触ったらもうほんと新品になるからね。外回りもそうじゃん、塗装職人さんだったらわかると思うけど全然気になるじゃん。ただその型が古いとかは出てくると思うんですけど、でも内装に関してはだって触れるでね、変わってないでしょ壁とかなんかは。壁が急に突然ボコボコになってるとかないじゃん、外壁の柄があるじゃん。だから内装なんて本当多分超シャレできるよ、お金かければ、うん、でだってキッチンとか全部買えばいいだけでしょ、トイレとかも別に買えばいいだけでしょ。だからもちろんお金かかるんだけど、でこれはもうあのローンに組み込める、あの住宅ローンにね、確か不動産屋さんも中古で買うときにローンも一緒にやられますかって言うんで、ローン一緒に入れますかとか多分あるはずなんで、うん、なので組み込めるはずだよ。あの例えば1000万の住宅買ってリフォーム含めて1500万でローン組むみたいなことが多分できると思いますんで、まあそれは銀行によってもまたそのあれが違うとかもあるで調べてほしいけど、だから俺は本当にまあこれから個人事業主やって、まあどこまで行っても俺らは不安定でしょう、うん、だからやっぱその不安定っていう認識はないといけないし、職人の世界だとね、うん、だからなんちゅうかな、不安定になっても耐え抜ければ絶対いい時って来るじゃないですか。なんで俺もその10もう4年やってんか、だからそれはいい時も悪い時も絶対あるじゃん。だからもう金なんか大して残らんけど、ただ悪い時に給料払えんとかになったらもう解散するしかないでしょ、まあ、解散しても解散しやいんかっていう問題もあるけど、うん、だからもう大破しちゃうじゃん。だけど俺もやっぱいい時悪い時があっても大破っていうかね、倒産しずにみんなの生活を守るっていうことができたで、まあ今ここでねこんな偉そうに喋っとるけど、うん、だから、うん、なんでまあまずはそういうリスクを考えながらやれば俺は家買った方がいいと思うよ、うん、まあ、で景気対策になるで国も結構控除しとるでね、まあ、はい、あ最後にねチャンネル登録といいね、ね あとあのねコメント本当に入れてほしい。で結構入れてくれてるから最近すっごい嬉しいんだけど、でこれでテンション上がって本当土曜日だって早く帰りたいんだけど頑張ってこれ撮っとんのも、あのやっぱコメント入れてくれると、まあ、よしやろうかっていう気になるよね。だからあのありがとうございますの一言でも何でもいいもんですから、あのコメントもぜひ、ね、チャンネル登録といいねは、まあ、してくれて嬉しいけどね。はい、お願いします。